専門家の中でも非常に大事にしています。木村前に来る、森武道さあ大事、こういう話です。自分が前に出るんだというこういう話ですね。黄色いグローブが現在でも敵地中央オリンピック2大会金メダリストを相手に、さあ左のジャブ、ボリブロ、ボリブロ左、ね、そうですね、左のジャブ、右の田中も、あー右、木村が前に来ます、ボリブロ左、左のフック共に相打ちのようになりました。オーシャンガリーナものすごい熱気です。チャンピオンです、ボリブロ、ボリブロ打ち合いになるとは思ってなかった。戦前のハリーから、田中の方がどう出るかだと、まあ、とにかくスタミナではこの木村と言われて、ね、あのデイリー強化を第一ラウンドに対してしてまして、相手の頭を付け合います。この頭付け合ってのシーンがあるとは思わなかった、ないというような指示も出てます。あ、なるほど、もう木村の方は飯田さんやっぱりもう超、そうですよね、右ストレート、木村の右のストレートが当たりました。追い詰めていく森村、左パンチという点でもいる、右のロングフック、田中の右も当たります。ヨッパー、木村のアッパー、ボリビー、いや左の差し合いだけどものすごいのが、いや一瞬、両選手リングの中央、ボリビーの左、ものすごいパンチの交換です。左崩れた、木村がバランスを崩した。さあ田中チャンスを迎えるか、第2ラウンドどうか。木村もしかし手をかけ詰めていく、田中どうなんだ、木村も手を返す、ボリブロアッパー左、田中効いてますね、効いているボリブロ距離で、田中がこの左のフック完全にタイミング取れ、いいですよ、木村が大きくなりますから、その中でですね、インサイド言われます、スピード田中、左この辺りは捉えている、田中康生大振り、左の森、左フック一つ有効ですね、振りが大きくなってますから。さあこの3ラウンドジャブをついていきます、ミードストレート、左のひとしトレーナーは、はい、相手はこれを繰り返していけという指示です。左のアッパーです、左のアッパー、森左タフネスです、右左てます、ね、なるほど、さあ腰が落ちている、ガードを打ってこいというボリブロー、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 回復してくるとまたどんどん手が出ますから ね、 そうですね、あ、さあ木村もガードその間を回復して、田中ボリブロー、まだまだ木村の動きも衰えない、左右詰めていく、田中前に行く、いやそれではありますが木村の顔面を捉える、効果的ですね、木村もこの左、アタックを続けろ、パンチを出したらすぐサイドという、どんどん前に行きます、そのステップ踏んで、高さん、チャンピオンの長は、まあ、どんどんボディが効いてるか、そこスペースについて来られなくなるという話をしてますね。木村としてはもう自慢のスタミナを生かしてこうやるって、フォークから右を打ち下ろし、ガンバー、はい、水をちょっとつくようなボディ、これですね、田中が相手の土俵で戦っている、左木村、ボリブロ、いい田中の方だった、はい、ボリブロ、木村の左、あーっとここねじ伏せるだけ、ボリブロ当てました、効いてますよね、効いてますよね、さあ左、田中の左、しかし木村、左、しかし田中も前に来る、さあボリブロ、皆さん同じこと、選手頭をつける、ボリブロ、ボリ、左アッパーからボリブロ、12ラウンド同じことをやってる、選手が出てますね、なるほど、いや動機はさあ一瞬たりとも、あ、右、あ、チャンピオンいい、ボリブロ、ボリブロ、いやボリブロ、手数が多くなってきますか、大きなストレート返しています、ボリブロ左、まあ、3階級制覇、もう一瞬の隙をついてる、ものすごい打ち合い、右このラウンドもあっという間、左お互い左フック、ボリブロ、ボリブロ、ボリ戦中やっぱり3ヶ月未満がやっぱ12戦あるんですよ、なるほど、左ってきます、いやとかくあの今日は一人ショートで来ています、ね、両者ともにやりそうです、ボリブロ、ボリブロ、アッパーで打ってきますからのボディを当てます、アッパー左右、田中がボディを当てる、あ、右右を打ち下ろす、前に来る、今度は田中が前に来ます、田中前に来る、あっと木村も負けていない、これは負けていない、見せています、右来たところです、あっという間にカウンターで捉えました、田中の右がカウンターで捉えた、心が折れた方がっていう試合になりますよ、そうですね、右左を、さあ、あ、左アップ、田中も今日はどんどん前に行きます、ですね、最後に返しが飛んできます、左ボリブロー出て相手の真ん中へ打ち込む、戦ってるそんな印象ですね、いきます、ボリブロー出てますよね、だった後必ずチャレンジャー攻め返してますよ、はい、いやしかし木村も手を返す、左右右です、右左から右アッパー、左チャンピオン嫌ですよ、左右、さあこれは木村チャンス取れるか、田中も負けていません、アッパー左、ボリ
ディントン、打ち合いをさあ制していくか、右のパンチが当たりました、決して諦めません、ドリブラーを左です、左から右、さあまた前に行きます、ドリブラー、田中ちょっとガードされますが、木村、今日は本当に勝利ですね、木村翔吾、ドリブラーを左、右、右ですよね、左にいるというところです、右、ボリ、一つ、田中として、あ右、木村の右、左、ここを練習して、右、木村の右、当たった、右、さすがは無尽蔵のスタミナ木村、しかしボリーは一瞬で勝負が前に来る、第10ラウンド右のフック、右のフック、アッパーフォアを構えます、ボリーブロー右、田中翔との右、心を削り木村のボリーが当たります、ボリー左、同じ展開ですよ、アッパーボリー、さあ前に来る、前に来る、ボリー右、いや飯田さん、お互いのパンチどうですか、ここまで押されるとは思わなかった、パンチが顔面を捉えた、ボリブロー、ゲームですね、有吉会長がもういいよ、まだまだ、あっぱー右、ものすごい打ち合い、木村もまだ前に行く、アッパー、田中康生、最高の打ち合いが12ラウンドです、高野さん、田中前に行く、チャンピオン木村陣営ですかね、ポイントはまず勝ってると見てます、ただ全力で最後倒しに行けるし、最高の打ち合いが、ワンツー、左、右、田中が前に行く、右、右が当たった、当たりましたね、木村の切っている、木村前に行く、細かいパンチ、チャンピオン、素晴らしい、右、左、さあ残り10秒だ、右、左、右、田中も手を出す、試合終了、2人に拍手。よくやった2人、新チャンピオン田中勝ちました。